トニー・ファデル・アンソニー・ M ・ファデル、通称、トニー・ファデルは、アメリカ合衆国のコンピューター技術者であり、2016年7月現在、アルファベットとラリー・ページのアドバイザー。2006年から2008年までアップルの iPod、部門担当上級副社長であった。iPod の発案者であり、同製品開発の中心人物の一人、電動ゴーカーアートを手掛けるアクティブモーターズの、 共同創業者である。1991年、ミシガン大学を卒業。ゼネラルマジック、フィリップスの米国市会社を経て、家電企業として、ヒューズを創業。ハードディスクドライブを記録媒体に利用した独自の携帯音楽プレイヤーの開発に着手する。ヒューズは、資金難から独自製品の開発を諦め、アップルと契約を結ぶ。 ファデルは2001年 iPod 開発の責任者として Apple に入社。2006年にはジョン・ルビンスタインの後任として iPod 部門担当上級副社長に就任した。2008年11月、同職を退任。CEO のスティーブ・ジョブズのアドバイザーとして同社には留まっていたが、2010年3月に Apple を退社した。2010年にテクノロジー会社のネストを起業し、 家庭でのエネルギー利用の効率化ができる学習機能を持ったサーモスタットシステムを発表している。2014年1月に Google に買収された NEST の CEO を務める傍、かたわら2015年1月より Google グラスプロジェクト責任者も務めていたが、2016年6月に双方ともに辞任した。ありがとうございます。